イタリア人で、イタリア名は、ジュリオ・マッツァリーノ。ラテン語系は、ユリウス・ライムンドゥス・マザリヌスなので、ジュール・レーモン・マザランとも。イタリア中部ピッシーナに生まれる。諸子であったとも言う。父ピエトロが、シチリアのマッツァリーノ城塞で生まれたため、その名を名乗り始める。外交の能力を認められて、ローマ教皇に仕える。1630年。 マントバケーション戦争において一時停戦の役を破って進軍したリシュリューの部隊の前にマザランが短期で現れ停戦を呼びかけたという逸話が残されている。1634年強皇特使としてパリに派遣された時にリシュリューの信任を得る。1639年フランスに帰化し、1641年にルイ13世の推挙により、 ウルバノス発生によって、数奇教に就任。1642年に、リッシュ竜ュ、1643年に、ルイ13世が、相次いで死ぬと、殺傷となった大さき、アンヌ・ドートリッシュの相談役兼ルイ14世の教育係となる。事例そのものは出ていないが、実質的な最小であった。アンヌとは秘密結婚をするまでの中だったとも言われ、 ルイ14世は、マザランのことする説もあるが、アンヌが、ルイ14世を妊娠した1637年の12月5日には、マザランはまだ、イタリアにいたため、これは、根拠のない噂話である。1661年に、マザランが死ぬと、翌日ルイ14世は申請を宣言、王政フランスの絶頂期へと至った。マザラン自身が、 ルイ14世に申請を進めたとも言う。亡骸はフランス学士院に葬られている。政策的にはリシュリを継承し、後のルイ14世の絶対王政の地ならしをした。具体的には以下の通り。自身は聖職者のため独身だが、妹ジェローラマ・マザリーニが生んだ5人のメイラウラ、オリンピア、マリー、オルタンス、マリーアンヌを政略結婚に利用した。 ルイ14世の愛称も含まれているという。ポール、フィリップの兄弟も、軍人、貴族に取り立てられた。また、姉、ラウラ・マルゲリータ・マッツァリーニの娘であるアンヌ・マリー、ラウラ姉妹も、同様に、政略結婚に利用。それぞれ、コンティコ・アルマン、モデナコ・アルフォンソ4世ですてに嫁いだ。これら7人の名は、マザリネットと呼ばれた。ありがとうございます。